どうもこんばんは、劇団スカッシュのゆうやでーす。はい、今日もね、その劇団スカッシュセカンドチャンネルでゆうやの日ってことでね、ちょっとしたね、小話をね、していこうかと思うんですけどね、今日の小話はね、僕の大親友であり YouTuber、アリさんのね、お話をしていこうと思うんですけれどもね、その出会いのお話なんですけれども、実はこれは結構かなり衝撃的な出会いでして、その僕、世界遺産をね、日本の世界遺産を全部回るっていうのを劇団スカッシュでやったんですけれども、その時に、いろいろね、山とか登ったり、雨とか雪とかもあるだろうから、その完全防水のね、靴を買おうと思って、あるその都内のスポーツショップに行ったんですよ。靴を選びに。で、そこでその靴を選んでた時に、なんかかっこいいお兄さんいるなと、店員さんに。いや、この人に聞いたら間違いない靴になるんじゃないかなと思って、その人に聞いて、どういう靴がいいですかね、なんて言ってたら、なんかその人、よくよく見たらね、そのかっこいいお兄さんなんか見たことあんなと思ってたら、お兄さんが世界遺産行くんですかって言ってきて、はいっつって、で俺もお兄さんなんか動画やってますとか言ってて、はいなんて言って、あれ世界遺産って劇団スカッシュ、あ、アリさんとかなって、実はね、その世界遺産の靴を選んだ時に初めて、そのまあ全然知り合いじゃなかったそのアリさんに会って、それ以来ね、今、仲良くさせてもらってるんですけれども、実はその時にちょっと、こっぱずかしいっていうか、恥ずかしい話がありまして、その僕、その、靴の幅が、足のその横幅が広いんでね、その、どういう靴がいいですかねなんて言ってたら、このすごい横幅広い4位だか3位の靴ありますよって言ってきて持ってきてくれて、それ履いてみたら、結構いいんでね、その、まずその、アリさんに、あ、靴何センチですか？普段何センチですか？って言われたんで、まあ27か20半ぐらいですかね？とか言ってて、あ、じゃあ両方持ってきますよ！とか言って、めちゃくちゃやっぱいい人だな、アリさんいい人だな、とか思ってて、持ってきてくれたんですよ。で、まあ、7半から履いて、まあちょっと大きいですかね？とか話をしてて、あ、じゃあ7にしましょうか！って7履いたんですけど、なんかちょっとちっちゃいような気がすんな、とか言って話して、あ、でも7半のがいいかな、とか言っていろいろ話してたんですけど、なんか俺はその7半でいいかなって思ってたんですけど、アリさんがずっとなんかこう首かしげてるんですよね。で、どうしたんですかとか言ったら、ちょっと、その26センチ持ってきてもいいですかとか言って言われて、いや、最初言われた時は、いや、この人正直何言ってんのかなと思ったんですけど、27か27半で迷って僕に対して、26センチってどういうことかなって持ってきたんですけど、で、まあ、そのせっかく知り合いにもなれたし、とりあえず履いてみようかと。まあ、どうせ履けないだろうけどね。で、履いてみたらね、その、足入っちゃってね、その、恥ずかしかったんですけどもね、それでもアリさんがなんか首かしげてるんですよ。そんでなんか、ちょっとすいません、ゆうやくんちょっと靴、中敷きだけ一回取って履いてみてもらってもいいですかとか言って言われて、はい、つって、その、足を乗っけてくださいって置いたら、ちょっとまだ、これちょっと大きくないですかとかって言われて、いや、そんなはずないですよ、と。僕の足27か7半なんだから、とかって話をしたら、ちょっとほんと、申し訳ないんですけど、ちょっと 5.5。5.5 履いてみてもらっていいですかって言われて、さすがにちょっと馬鹿にされてんのかなって思いながら履いてみたら、ジャストフィットでね。で、僕20ね、何年間、もう、その、足が27か7半だと思ってたんですけども、実は僕の足はね、25.5 なんですよ。でね、そのすっげえ恥ずかしい思いをしながらね、正直それがジャストフィットだったんで、アリさん、ありがとうございますと。ただね、もうすごい 25.5 っていうのはちょっと恥ずかしいんでね、言わないでくださいねって言ったら、そのアリさんはね、じゃあまたって言ってきてね。それ以来ね、その大親友になったわけですけれどもね、いかがですか？本当にどうでもいいこの小話は。僕の話がね、25.5 ってだけでね、しかも4分も喋ってしまったんでね、またね、頑張っていろんな小話していきたいと思います。それでは、皆さんぜひ、ストーキングヴァンパイア見てください。じゃ、また！アリさんごめんなさい。行っちゃいました。